ちょっと昨日俺らサイゼでバカ騒ぎしすぎたな。待って、サッカー部のジャージャっては俺らな。店員めっちゃキレてたしな、怒ってたしな、通報行ってなきゃいけんだけどな、やべえな。ここがやばい。はい、ごめんなさい、ちょっと遅れました。あ、いや、帰りながらやります。大事にしてやります。まあ今日特段言うことはないかな。まあちょっと風が流行り始めてるので、それだけしっかり注意してくださいっていうぐらいか。あ、じゃあ、ダニエル、あと、ケイタロウ、田辺、手島、アダッス、この5名。彼の ST 終わった後に、先生と来てください。それ以外は、帰って OK です。はい、じゃあ、さよなら。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあ、はい、その後に、全員サッカー部やろ、来い。来い、来い。ダニエル、お前の班来い。再来月かに体育祭があるんだけども、その体育祭の応援団をその今誰かっていうのを考えてて、でまあやっぱお前らね割と明るい性格だし、あの声もよく出るから、まあ応援団をまあお前らの誰かにね、やってもらいたいなと。もちろん全員じゃなくてもいいけど、ちょっとね考える人いたらちょっと応援団の方やってもらいたいなというところのお話をちょっとしようかなと思って。そうで、まあもちろんこれ今すぐに決めることじゃないもんで、別にすぐ返答してくれてもいいけど、そういうことをちょっと頭の中に入れてほしいなというところね。やっぱりサッカー部がね率先してやってると、元気づく、サッカー部も元気づくと思うからね、前らにぜひともこういうのやってほしいなと思って呼びました。 OK ね、まあそんだけ、うん、だからいいよ。で、まあ今日ね部活も遅れないよね。はいはい、じゃあお疲れさんね。はい、あ、はい、じゃあみんなもね、さよならね。はい、じゃあお疲れさんでした。はい、さよなら。ぶね、俺ら終わったと思ったよな。うわ、ぶね、もう絶対サイズだと思ってた。あれ絶対チキられたと思ったから、うわ、よかった。お前、応援団やるよ、ダニエルな。お前、応援団長、お前、言っとくから、推薦しとくから、先生に。お前、大丈夫だよ。うわ、マジで、絶対マジで死んだかと思った。うわ、よかった、マジ。うんぱ、うんぱ。あの監督マジで、うんぱだからな。